始まりました。真心18番勝負がお送りするみんなで読むミステリー。この番組はミステリーを数多く上演している劇団真心18番勝負がミステリーに興味はあるけれど何を読めばいいかわからないという方や結構読んでいるけど語り合う場所がないという方のために雑記脚本家町山がミステリー初心者の劇団員とともに毎週1冊ずつご紹介する早い話が面白い本があるので気になったら読んでみてくださいな番組が再びスタートしたよっていう一発目でーす。秋になると本を読みたくなりませんかということで書いてまいりましたよミミス。早速あれですね、番組構成など詳しく説明していきますが、その前に本日の担当劇団員を紹介いたします。本日の担当劇団員ははい、かりゆしもんでございます。よろしくお願いします。かりゆしです。そしてお相手してくれるのははい、脚本とか演出やってます町山です。はい、町山先生です。メイン MC はゆきおか担当いたしますけども、今日はにぎやかしが早速来ておりますよ。はい、にぎやかしの1、はい、にぎやかしの鈴木健太です。にぎやかしその2は2、小町ゆきおです。お蝶だよ。今回はですね、なんとですね、制作のゆきの制作講座のゆきの借り出してまいりました。なぜならですね、あの文学少女なのでちょっとですね、あの元々はファーストシーズンで文学少女でいらっしゃったところの、あのキムーンがですね、あの今ちょっと休団中でございますので、あの代わりの文学少女としてなんとなくやってきました、はい、無理やり引っ張ってまいりました。はい、ではでは、先ほども申し上げたようにこれからかりゆしが読んだことのない私とかリスナー様へ向かう、読んだ今回の作品読んだことないよね二人とも。実はないんです。あ、ないの。私や、うちの劇団員、それからリスナー様へ向けて今週の課題ミステリーを紹介してもらうわけですが、なんせミステリーですから、これを聞いて興味を持ってくださった方にネタバレになるようなことがあってはいけません。そのため番組は2部構成になっております。今再生されているのは紹介編です。今から紹介する本を読んだことがない方でも安心して聞けるネタバレ禁止のプレゼン大会になっております。で、後日に別ファイルでアップされるのが感想編です。こちらは紹介編を聞いて読んでくださった方やすでにこの本を読んだことがある方向けのネタバレしかない、ネタバレありきの感想投稿になっております。あの完全に読後の方がわちゃわちゃ言って楽しむ内容になりますので、ネタバレを知りたくない方は絶対に感想編は再生しないでくださいね。絶対にダメですよ。よろしくお願いします。では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 、早速紹介編最初のコーナーに参りましょう。町山先生の解説。はい、このコーナーはミステリー中級者町山先生が今週の課題本と作家についてミステリー業界の歴史や流れなども踏まえつつ紹介してくれる予習コーナーでございます。それでは先生お願いします。はい、今回、本日殺人事件なんですけれども、まあ、その前にちょっとね、あの密室殺人というカテゴリーでやっていくということ で、今回はカテゴリー分けされてますからね。で、まあ、これね、その密室殺人の最初の1回目ということで、まあ、密室殺人の簡単な説明というかね、密室殺人の説明って何なんですか。まあね、鍵のかかったね。ね、英語だとね、ロックトルームなんて言いますね。はい、あの、まあ、犯人が入ることも、まあ、出ることもできないはずなのに人が殺されているというやつですね。で、まあ、これ、まあ、結構歴史が古くて、あの世界初のミステリーと言われているエドガー・アラン・ポーのモルグ街の殺人、1841年 の、 さあの、まあ、その最初のミステリーがもう密室殺人事件ですね。まあね、それ以外にも有名なあのコナン・ドイル、シャーロック・ホームズのまだらの紐なんかもあるよね。でね、もっと古い話もあって、あのヘロドトスっていうあの古代ギリシャの歴史家が書いた、紀元前5世紀の本にもそういう話があるっていうね。あのエドガー・ランポーがね、あの類別トリック修正っていう、まあ、トリック分類本、分析したり、そうそういうの、それに、まあ、ちょっと出てくる紀元前5世紀前からあったんだよみたいな。で、まあ、それちょっとどんな話かなと思って、ヘロドトスの本歴史を読んでみたんだけど、まあ、ミステリーとしては書かれてないから、それはもちろんね、こんなことがあったよっていう話だから、ちょっとミステリーっぽく話すと、ランプシニトスっていう王様がいて、まあ、お宝いっぱい持ってる
ってるわけさ、王様だからね。でそれをまあ、盗まれたりしないように、金庫を作ろうと、宝物庫、でちゃんと、しっかりした宝物庫を作って、鍵もしっかりかかる部屋を作ってなんだけど、なんかどうもちょいちょい減ってると、ダメじゃん、かけたはずなのに鍵もかかってるのに、でじゃあどうしよう、罠でも仕掛けてみるかっつって、罠を仕掛けた、でどうかなと思って見に行ったら、その罠のところに人が倒れてる、こいつが犯人かと思って行ったら、そこは首なしの死体があった。なんかすごい罠だったのそれ。いやいやいや、首を切られた死体、王様の衝撃とか高いよね。泥棒捕まえたと思ったら死体だ。罠とは別に中で殺されるその前に王様の名前も気になってしょうがないんですよ。もう書いてる人はエロドトスだ。そうそう、そこの気になって、ごめんなさい。まあまあね、そんな話不思議でしょっていう話。ざっくりだね。死体でしょってちょっと可愛く言うんだけど。まあまあ、じゃあね、簡単にネタバレすると、はい、まあ、実際はね、その金庫を作った職人さんが、隠し通路を最初から作ってるの。ちょい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 、ずるいな。そうそう、で秘密の抜け穴を作っていたから、なんだけど、でも罠がかかってるとさ、その職人だってバレちゃうじゃん。あ、で、まあ、兄弟でやってたから、泥棒をね、俺の顔が割れると、お前も捕まってしまうから、俺はもうダメだから、俺を殺して首を持っていけっていうような感じで、まあ、結局罠にはかかったって。罠にはかかった。だって兄弟の首を切ったんでしょ、じゃあ。そうそうそう。うわ、でまあ、実際はそれは本では、王様が金庫を作らせることになりました、で、作ってる最中に職人がそっと隠し通路を作っておきました、で、ある時その盗んでいってるのがバレて、王様が仕掛けた罠にかかってしまって逃げられなくなってしまいましたっていうような、まあ、話の順番で書いてあるの、から、まあ、ミステリーにはならない。あ、そうか、ミステリーでもないのか、そうそう、ただの歴史書、時系列進むなんて、まあ、そんな風にね、古くからあるジャンルなんですよ、で、まあ、これから4回ぐらいね、密室殺人を扱った作品をこう、まあ、どう変わっていったのかなっていうのも含めて、その話が面白いんだから、そっちばっかり言っちゃうから紹介していこうかなと。あのね、本当はね、ジョン・ディクスン・カーっていうのがね、3つの棺っていうのね、お話の中に講義が入ってます。それなんかすごいやつだよね。そうね、そのミステリーはちょっと難しいというか、トリックのためのトリックがすごい、なんだろう、手順がすごい大変な、1回目に読むにはちょっと難しすぎるっていう、ただその作中にその名探偵の人が、私がこれから密室の講義をしますって言って、密室をまず分類したりして、犯行時に犯人がいた場合とか、いない場合とか、だからそれが外から殺したとか、殺したんじゃなくて後から死体を入れたとか、そういう分類を細かくしていくみたいな先生みたいな、そうそうそう、講義なのかな、あ、講義なのかな、その人の名前、一ノ割豊春って言うわけじゃないですか。まあまあね、そういうちょっとまあ難しかったり、あとちょっと先行作品のこういうことをやってるのにはこういうものとかこういうものがあるっていう、そのタイトルも出ちゃうようなネタバレもあるから、まあ初心者向けという体なので、まあ特産をメインに紹介していって、はい、まあ気になったりね、もっと深く知りたいなと思った人は、まあそういうのも読んでみたらいいんじゃないですかね。あ、今のね、あ、そうです、とてもそうですね。で、初回ということで、横溝正史の、はい、忘れてた、ガチの王様の話したね。下目は満載だったよ。横生の、横生の話や、横溝正史、名探偵金田一耕助で有名ですね。そうか、日本の三大名探偵の一人ですね。これ出てきますね。そうなんだ。これ横溝正史の、戦後に書かれた、戦後最初に書かれた本の作品なんだけれども、ここで金田一耕助初登場する。やばい、もう読みたい。
もう読みたい。もう本当に歴史的な一冊ですね。そうそう、あの横溝正史っていう人にとってもターニングポイントっていうかね、うん、あの、うん、新青年っていう雑誌が、昔にあって、そこに応募してデビューしたんだけど、うん、小説を投稿してね、うん、その横溝が応募した前の年に創刊した本で、うん、あの博文館っていうちょっと右翼系というか、あの国粋主義的な、うん、あの雑誌を出してた会社なんだけど、そこが、若者向け、特にインテリ向けに出した、海外の翻訳探偵小説をメインに掲載していた雑誌なんだね。そうね、ここで連載してた作家って結構多くて、うん、谷崎潤一郎とか、うん、井伏正二とか、うん、堀達夫とか、川端康成、岸田國士、室生犀星、久保十郎とか、だんだん分かんない人、うん、全然分かんない、うん、岸田國士ってところでちょっとワクッとしたそうですうちの演目で言うと、インジャティックだと、小坂井福とか、渡辺恩とか、うん、その前の朗読のインソムニアの夢の旧作なんかも、この雑誌からデビューして、そこで、まあ、応募して入選したのがきっかけで、江戸川乱歩もここで、2000頭かっていうのを発表したんだけど、それで、まあ、乱歩に呼ばれて、ここの編集者の横溝正史で、まあ、いい仕事をしてたのかな、入って2年後にはこの雑誌の編集長に届いちゃうんですよ。で、まあ、1年で辞めちゃったんだけど、辞めちゃったって言ったら、公認編集長変わっちゃったんだけど、うん、まあ、その次の編集長っていうのはね、信原健で、岸田國士の妹の旦那だから、まあ、君の弟ちょっと遠いけど、うん、はい、で、まあ、で、それで、その、新青年が廃刊になっちゃって、うん、で、まあ、岸田國士も会社を辞めて、で、やめたんだけど、あの肺結核がね、悪くなっちゃって、旅行生、旅行生で、療養したりしつつ、みたいなことやったら、戦争始まっちゃってね、で、戦争中はミステリーとかそういう海外の影響を受けてるようなの、うん、本なんていうのは適正小説、敵の性質の小説って言われて、そういうの書けなかったの、薬も買えなくて結構ひどい状況だったみたいな、まあ戦争が終わって、でもその時代ってまだ結核心臓病気だったの、まあストレプトマイシンができたから、特効薬ができたから、だいぶあれだったんだけど、まあ高かったりする、戦争中は特にね、必死なものがあんまりないから、で、まあ、その終戦して、その翌年に書いたのがこの本人殺人事件、本当はミステリーを書きたくてしょうがなかったんだけれども、戦争中書けなくて、4年間のことを、なんかあれだね、たまりにたまたま死ねみたいなのがやっと書けるぞっていう、こうそこにこう近代地、うわ、すごいなそれで、だから4年間の間にかなりアイデアを貯めてたみたいで、それがだから、ここから続く近代地のその獄門島だとかやったりとか、犬神家の一族みたいな対策をどんどん書いていって、流行作家というか人気作家になっていったと。でなんかそう思っちゃうと戦争も捨てたもんじゃなくて、いやいやいや横瀬のためには。だってそのたまったいろんなものがなったわけでしょ、そういういろんな押し殺した結果生まれた大傑作みたいなことがあるかもしれないよね。なんか分からなくはない。まあでも戦争はあんまり、まあ手段としては、まあまあただね、横溝の作品はやっぱりその戦争っていうのは結構大きなウェイトを占めてて、ね、それこそ犬神家の一族も将棋軍人だったり、復員してきてみたいな話とかが出てくるから、やっぱそういう雰囲気っていうのはその時代が作ったものっていうのはあるかもしれない。犬神家とかそれこそ何度もさドラマで見てさ内容ちょっと知っちゃってるからあれだけどさ、なんかちょっとおどろおどろしい感じがやっぱり漂うじゃん、なんか全体的に、だからそういうのがやっぱりそういう背景を乗り越えてきた人だからやっぱり出てくるものっていうか、そこで抑圧されていたからこそ出てくるものとか、まあ、時代背景はすごくその戦中戦後みたいな、その特殊感みたいな世界みたいな、すごくどれを読んでも出てくるものが、まあ、だからやっぱり田舎の方は古い風習がしきたりとかが残っているけれども、都会はそんなになかったりとかっていうところで、まあお話もね、これよりもどんどん先になっていくと、
子供が着たいって増えるとか、はい、後半の方になってくるとちょっと都会の方がメインになってきたりもするんですけど、ね、まあまあこれはあのこの本陣殺人事件はまあ初登場、金田一耕助初登場ってことで、うんうん、その前からね本当あのゆりりんたろうっていう探偵もいたんだけれども、まあまあでもこの作品がねヒントしてあの金田一耕助にシフトしていくと、うんうん、でまあ第一にねそれ可愛いな。でそう密室ということで一応紹介するんで、はい、あれだけど、あの日本家屋ってさ、うん、あの木と紙じゃん、できてる、うん、そうですね、うん、海外はあの石とかガラスとか、うんうんね、できてて、で鍵のかかる部屋っていうのはあんまなかったわけだよね、うん、日本は。あ、そうですね、うん、蔵とかそうした、うん、だからそういう意味であんまり密室に日本が合っていないっていうところがあるんだけれども、まあ、そこで破れんじゃんみたいな障子バーン、うん、どういう密室を作るかっていうところが、まあ、この作品の肝っていうかね、まあ、言ってしまうとこう犯行があった、時期タイミングに、雪が降っていて、でなんだけれども犯人の足跡がないっていう、足跡のない殺人っていうパターンではあるんだけれども、まあ、そういう、日本家屋の特徴だったり、まあ、陶器が日本刀だったりね、あと、おことねがちょっとこう重要な小道具になっていたりっていう、あと、まあ、今ねあのみんなイメージしてたような日本の村社会とか風習とかそういうものをミックスして、まあ、日本ならではの密室ミステリーを作ろうとしたという、まあ、その先駆けがこの本陣殺人事件と言えるんじゃないでしょうかというわけでこの作品を選びましたと。なるほど、はい、じゃあお待たせしました、紹介編のメインコーナーに移りましょう。かりゆしお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして本日の担当劇団員かりゆしもんです。それでは今回この本陣殺人事件3つのポイントに分けて紹介していきますよ、はいはい、まず第一のポイントを紹介していきます。ポイント1、はい、閉鎖的な村社会が織りなす人間模様。ほー、まあ、先生の紹介にもあったけど、まあ、その閉鎖的な村、はい、実はこれ舞台が、うん、まあ、昭和初期の閉鎖的な村社会だったんですね、うん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 、で町の人々たちは全員、まあ、顔なじみというか顔は知れ渡っているわけなんです、うん、ああお互いのね、はい、うん、ちっちゃかろ、そういう村って結構今でもあるんじゃないですかね、うん、まあ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 、試合とかね、自分はまあちょっと、うん、まあ村っていうわけではなかったんで、そういうのところはなかったんですけど、うちは村だよ、もっと、今町になっちゃったんだけど、なんかね町になった時にちょっとむしろ寂しかったんだけど、あの若い頃にさ、はい、実家村なんでっていうのがさちょっと楽しかったんだけど、村なんだみたいな感じだったんだけど、村今ね結構あのいくつかがね、いくつかの村が合併して大きい町になっちゃったんだよね、はいはい、ただそれって言ってるだけだから結局村社会なんだけど、あ、やっぱり地方強いは分かれてる、山奥とかだったよ、そうだね、うちだから山梨の上の方だけど、うん、あのじいちゃんの代からそこにいるんだけど、はい、じいちゃんはもともと長崎の方にいたんだけど、やっぱ戦争のごたごたがあって移り住んだみたいなのがあって、うん、で長いこと住んでて、しかもね、あのいろいろね、あの祭りごとにもね口出していくポジションの人になってたから、あのすごくすごい努力をなさった学のある方なんだけど、それでもなんかね、かなり経ってからそれこそ 2,30 年住んでるのに、なんか結構結局村の長老たちの集まり会とかで、あそこんちはよそ者だからみたいな感じに言われるような、村八分気味な感じです。そうだね、ってことではないんだけど、結局重要なこと、村の重要なことを決めるところには呼ばれないみたいな、あ、そうみたいなのはあったみたいで、大変ですね、うん、私はそういうことは考えないで、あれ、ゆきのお家とかはもうそうなんじゃない、あ、うちはほらね、前ね、今増えたんで4軒小村さんとかね、うん、本家もすぐ歩いていけるとかね、そう、近いですよ、小町家だってほら、特殊じゃん、うん、特殊なの、東京だけど、ああ、そう、だからね、あまりにもね、親戚がすぐそばに住んでるからね、うん、子供の頃は小町さんって普通の名字だと思ってたんで、まあ、じゃあ、あれもね、自分家の周りもみんな小町さんなんだよね、ああ、まあ、てかほら、前、小町さん、うん、
箱行ったってね、面白いしね、みんな。うん。鈴木さと小町みたいな。まず第3位、第3位。普通だと思ったけど、山田くらいのメジャーさだね。微妙なとこでにあるな。小町さんって、どこの人みたいな。いや、東京ですけど、みたいな。だって普通に小町ですって、自己紹介しても、まあ芸名だって思われるもんね。ああ、確かに。芸名じゃないみたいな。そこでなんかこうほら、でもうちらほら中学時代からの私とユキノは付き合えるけど、あの、俺の小町の小町ですよっつって私が逆に説明するみたいな、ちょっとそこでしゃばるみたいな私がハードル上げてこなくていいんだけどね。だからうち別になんかあれですよ、すごい貧乏な田舎のね、人だったんで、子供いっぱいいるからその小町さんいっぱいいるとか、そういう感じでしたよね。確かに田舎ならではの名字ってありますね。自分の狩人もやっぱり地元が結構多くて、そうか、狩人握手だよね。そうです、はい、駅の名前も狩人ってところがあるんですけど、やっぱりそこら辺は、駅もあるんだ、駅もある、狩人駅ってところがあるんですよ、最近地元の佐伯市ね、イエーイって感じなんですけど、確かに東京とか、まあ本当に佐伯市の一辺、自分大分県は佐伯市出身なんです、そこ以外ではやっぱりあんまり見かけない名字っていうのがあって、やっぱそういう意味ではやっぱり地方性ってのがあるんですね。うらやましいな、そういう鈴木家はね、まあでも鈴木家は鈴木家でさ、鈴木家のルーツって辿っていくのって結構楽しいんじゃない、どの流れの鈴木なのかみたいな。ただうちもなんかいろいろあるらしくて、ちょっとよくは分かんないんですけど、僕もしかしたら鈴木じゃなかったかもしれないみたいなのがあるらしい。みたいな感じかい。いやなんか鈴木ってとりあえず名乗っとけみたいな。いや偽名じゃないんですけどね。まあなんかそういうのがあるらしいっていうのは聞いたことあるんですけどね。まあでもやっぱり今でもそんな村社会っていうか、そんな地方性のものがあるんですね。まあなんかあるのはあるだろうね。だとしたら、昔はさらにもっといろいろあったと思うんですけど、まあ確かに昔の話なんで、まあ難しい話になる、難しいなんか細々したというなんか取り返したと思うんですよ。はい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 、はい、でも実際 そんなわけではなくて、昔の話なのに、なんか読みやすくて、そして時代背景とか、まあ、作品みたいに入りやすいかっていう。へえ。ぜひそこにすんなりと入っていきたいなと思ってます。でもこれは読んでないけど、そうか。小水の話は好きだから、他のものとかやっぱり読んでるけど、なんかすごい昔の話っていうか、昔書かれた話っていう感じが出てしまう。そう、古臭さがないですね。なるほど。時代は古いんだけれども、で書かれてるのも実際古いんだけれども、読んだ感じは全然古く感じない。やっぱり読みにくい言葉とか、ちょっとね、今使わないような言葉だったり、今とちょっと使い方が違うような言葉とかっていうのは出てくるけれども、まあだからといって分からないってことはなく、で、まあこの本日殺人事件は特に中編なので、パッと読むのにも読みやすい作品だと思います。はい。ではそろそろ2番目の方行きましょうか。ポイント2。はい。ポイントの2番。ポイント2番。はい。犯人の譲れない動機。それ言って大丈夫？あ、いや、内容的に犯人なんだから譲れない動機が、まあまあ、先生の回答もいろいろ、その切実さみたいな、まあ切実さ、そうそう、多分誰かしら、自分も含めて誰かしらなんか、まあ、譲れないものってあると思うんですよ。これはこうじゃないといけないって。例えば神経質そうだもん、なんか言うじゃん私大概のこと言うてる。あ、そういうことありますね。あれなんだろう、何がそうなんだろう。例えば、あ、そうか、もうすごい寒くなるけど、あんまり自分コートあんまり着ない。あ、そうだね、そうだ、出たコートを着るときはジャケットを着ない。そうです、ジャケットを着ない。もうなんかコートとか、補足説明しますと、カリューシャは真冬でも上着を着ないで、うすら寒い格好のままで歩くのが好きなタイプです。寒い感じだよ。これ撮ってる時もね、今日スーツにマフラーだけで、真冬なのに。そうっす、マジ向けが見ててこっちが寒いですっていう会話によく冬場はなります。まあ自分預かりってのもあるんですけど、スーツとかジャケットとか重たいものあんまり肩に乗せたくないっていうのがあって、それをやっちゃうんですよね。で、それってあんまりやっぱり理解されてない。まあ理解しないよね。というのが今度の犯人にもあるんですね。はあ、周りからはちょっと理解されにくいかもしれないけれども、この人にとっては、いや、大事なんですよ。なんだろうなっていうことが、でも、まあ、さすがに自分もコート着るって言われて、殺人を犯すようなことはしないんですけど。怖い、怖い、怖い。もう言えないよ。お前寒そうだとは言えない。でも、その3人はね、その犯人はもう、まあ、見
読むと、そうせざるを得ないんだなっていう、うんうんうん、ちょっと同情禁じれない感じもちょっと、はぁ、はぁ、同情なんだね、超気になるけどね。まあ、ぜひ読んで。ぜひ読んで確かめてください。ああ、なるほど。彼氏は古着同情したんだみたいな感じで。はい。わかりました。同情しました。はい。なるほど。コート着てないのかな。結果暑い。まあまあね、雪は降ってるよ。そうだね。そうだね。風邪ひいちゃうのかな。そんなわけで、最後のポイントいきましょうか。はい、ポイントの3番。ポイント3番いきます。徹底的なフェアプレー。あー、え？誰か。フェアプレーってでもさ、ミステリー当たり前な感じはちょっとあるけど。ミステリーだから、まあ、嘘はまあつくことはまずないんですけれども、確定が、ね、そうですね、確定の嘘はないんですけれども、うんうん、自分3回くらい読んだんですけど、おお、はい、そんなに読んだんだ、うん、はい、3回くらい読んで、犯人は当てる、当てることできなかったんですけど、確かに書いてる、2回目とか3回目で、そうそうそう、あ、1回目でね、1回目でね、すみません、巻きの合図が出てくるんです、確かに読み返すと、確かに書いてる、これは書いてる、あれ、そうだったかと思って読み返してみたら、あ、うわ、嘘ついてない。はい、え、もちろん君は最初に読んだ時にご飯に分かったの？俺これね、テレビで先に見ちゃった。見たんだけど、全然子供すぎて覚えてなくないって思ったんだ。本当にトリックの部分だけで。これもテレビでやってたんだ。そうそう、金田一耕助は特にね、角川が映画で、なんかいっぱいあったよね。石坂浩二のね、うん、と市川ポンの監督のやつで、うん、あれ私もさっと出てくると石坂さん、これ石坂浩二とは別にテレビ版で一番長くやってるのが多分古谷で、まあいろんな人がやってるけど、うん、片岡鶴太郎とかね、誰がテレビって一番、あ、だから石坂浩二が好きです。まあそうだよね、それを見て育った感じはちょっとあるよね、なんか古谷さんだとちょっとなんかこう、あのちょっとギトついてる感じがする。フリア一行のやつの方があのアットホームというか、あの親しみやすい感じではあるかな、あの最近ほら習慣なんとかかんとかみたいな、そうそう、迷子を買うぞみたいな、あれでこの横溝正史のテレビ番組フリア一行のが全何十作みたいなのを、うん、あ、そうなんだ、毎週買うぞみたいな DVD がついてくるみたいなが出てた、まあそういうのもやる、古谷さんバージョンで見てみたいな、そうそうそう、でちょっと調べたらこれね、2回やってるんだって、ドラマ版で、あの1時間番組かけ3週っていう、はい、3時間のパターンと2時間番組で1発っていうのの、77年と86年にあって、俺どっち見たかは分かんないんだけど、多分86年だと思うんだけど、だから多分9歳ぐらいの頃にこのトリックを見て、って思って、何だったかも分からない。いいとこだけ見ちゃったかな。それで、知ってるの、小説を読んで、これかなるほど、ちょっとゾワゾワしてきて、これがひょっとして、あの時の、なるほど、落ちてちゃったね、はい、まあでも狩牛には無理だったと。そうですね。まあでももしかしたらこれ聞いてじゃあ読もうって思ってくれるリスナーの皆さんはもしかしたら読んで、うん、当ててやろう、当ててやろう、当ててやろうと思って徹底的に。そういうこといいね。え、何、集まりの人を探そうよ。殺されちゃうよ。殺されちゃうよ。リアルに。それはそれで、それはそれで新しいミステリーですけど。はい、狩牛ありがとうございました。皆様これを機にミステリーの世界に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。本日ご紹介しましたのは横溝正史作、本陣殺人事件でした。お相手は最近ハマっているのはゴロッと野菜のグラノーラゆきおですと、最近ハマっているのは、シャトレーゼのアイスクリーム鈴木健太と、最近ハマっているのは炙り明太子のカリウシモンと、確か、最近ハマってるのはあのメディキュットの締め付け感のたまらない小町美のやつ。最近ハマってるものはレトロゲームメガドライブとか。今サターンまで来ました。はい、こちらまで。の5人でお送りいたしました。では感想編でお会いしましょう。またねー。バイバイ。